ラバウルの魔王、西澤弘義。1920年1月27日、長野県上美濃地郡南小川村で4男1女の三男として生まれる。幼い頃から負けず嫌いで、成績はクラスでトップだった。1934年、高等小学校を卒業後、岡谷の生糸工場に就職。1936年、海軍飛行予科練習生の募集広告を見て受験。予科練7期、海軍4等航空兵に任官。1938年、8月15日、予科練卒業。西澤は目つきが鋭く、眉も太い精悍な顔つきで、当時としては珍しく、身長180センチ以上あり、体格を生かし、相撲や柔道も強く、社交的ではあるが寡黙で、ここぞという時は強情であった。1939年3月、大分海軍飛行隊で支那事変の撃墜王武藤兼義に戦闘機教育を受ける。1941年10月1日、鈴鹿航空隊を経て千歳海軍航空隊に配属。日米海戦に備え、太平洋の前線、サイパン、マーシャル諸島のルオトと移動。1941年12月7日、真珠湾攻撃、対米戦争突入。1942年1月、日本軍はオーストラリア軍を駆逐し、ラバウルを占領。直後からラバウル南西、ポートモレスビーからのオーストラリア空軍の夜襲に悩まされる。2月、オーストラリア空軍に対応するため、第4航空隊に配属となり、ラバウルに着任。移動間もない2月3日、96式艦上戦闘機で哨戒任務に当たっていた西澤は、新月で視界が悪い中、敵夜襲部隊を発見。 PBY カタリナ飛行艇一気に狙いを定め、命中弾を与える。敵機は暗闇に落ちていき消えていった。帰投後初めての撃墜を報告する。しかしこの飛行艇はオーストラリア空軍の記録によれば、被弾しながらも基地に戻っている。高高度高速で行われる空中戦、特に複数機での戦闘は、敵機の最後を確認できないことがあり、撃墜、撃破の誤認は珍しくない。2月10日、初撃墜からわずか1週間で、単独撃墜7機、共同撃墜5機を報告し、撃墜をエースになる。西澤はゼロ戦の特性を生かし、得意の格闘戦に持ち込み、その後も撃墜数を増やす。4月1日、
第4航空隊が吸収される形で、第25航空隊が編成され、台南海軍航空隊に配属になる。同部隊の特に優秀なパイロット、坂井三郎、太田敏夫一匹生と西沢で、台南空のサンバガラスと呼ばれた。1942年5月1日、ポートモレスビー攻撃で戦闘機1機撃墜。7日、戦闘機2機撃墜を報告。5月27日、ゼロ戦18機でポートモレスビー攻撃。小規模な風船で戦闘機1機撃墜を報告。坂井三郎が出版した自伝によれば、この空戦の後、サンバガラスの西沢、太田、坂井の3人で中隊を離脱。打ち合わせ通り、ポートモレスビーセブンマイル飛行場上空で3回連続編隊宙返りを行った。あまりの強端さに見物していた敵はこれを攻撃しなかった。後日、敵側から手紙が届き、敵基地上空宙返りが発覚、上官の些細に叱られたと坂井は語っているが、航空隊の記録、戦闘行動調書の内容と一致しない点がある。一方、坂井の共著者マーチン・ケディングが当時ポートモレスビーにいた米兵からそれを聞いたと主張している。1942年8月7日、ラバウルの南東ツラギより敵上陸部隊来襲の急報を受ける。つらぎ沖敵艦船の攻撃命令が下り、陸航27機の護衛として中島忠少佐率いるゼロ戦18機が任務に就いた。つらぎには初の対峙となる F4F 戦闘機ワイルドキャット70機が18機のゼロ戦を待ち受けていた。数的には圧倒的に劣勢であったが、西沢の6機撃墜をはじめ、ゼロ戦隊は撃墜11、撃破多数の大活躍をした。日本軍の被害は陸航4機を失い、2機不時着、ゼロ戦は2機が未帰還だった。この戦闘で坂井は右前頭部を挫傷、内地に帰還した。昭和17年8月26日、西沢の上官である笹井純一中尉はガダルカナル上空でアメリカ軍エースカール大尉と一騎打ちの末、惜しくも撃墜され戦死した。1942年10月21日、連日ともいえる出撃を繰り返し、西沢の撃墜数は30機を数え、全軍に布告された。同日の戦闘でサンバガラスの一人、太田一匹僧は戦死した。もう一人の坂井は戦線離脱。上官笹井は戦死と戦友が去っていく中で、西沢は奮戦していた。
1942年11月1日、部隊損耗が激しい台南海軍航空隊は、第251海軍航空隊と改称し、再建のために豊橋に帰還した。生還した搭乗者は、西沢を含め十数名だった。1943年5月10日、しばしの本土生活の後、ラバウルに再進出。米軍は攻勢に転じて、状況は激しさを増していた。西沢は後に市電会で活躍し、エースになる押渕隆中尉の戦闘教育を任せられ、指導している。8月1日、西沢率いる小隊4機は F4U コルセア4機と交戦。西沢は単独で3機撃墜、部下が1機撃墜している。レンドバ島上空の2度にわたる空戦で8機を共同撃墜。第253海軍航空隊に転属が決まり、ラバウルを離れることになった。西沢の撃墜数は86機。ラバウルの魔王と言われた。1943年9月1日、第253海軍航空隊に転属。さらに撃墜を重ね、同月、航空艦隊司令官より100機撃墜記念の艦上と武功抜群と書かれたのし紙が巻かれた白鞘の軍刀を授与される。1943年11月1日、大分航空基地に配属。飛行学生教官を務める。パイロットの損耗が増える中、激しい戦場に飛び立つ教え子が戦場で生き残れるよう厳しい指導をした。西沢の武功は有名であったが、学生に自慢することはなかった。1944年7月10日、203空戦闘第303飛行隊に配属。北千島方面の防衛に当たる。この頃になると、1週間に40時間以上の飛行という過酷な任務に消耗し、仲間の搭乗員は次々に戦死していった。ベテランが少なくなる中で、経験の浅い者の指導、指揮を憂慮して、軍機の在り方についての論文を提出している。1944年9月、西沢の撃墜数は120機を超えていた。下旬、千葉県茂原基地の角田和夫飛装長の部屋に、西沢をはじめゼロ戦虎鉄の二つ名を持つ岩本鉄三や激戦を経験した数人のエースが集まる機会があった。岩本鉄三が、敵が来るときは引いて上空で待機し、帰ろうとするやつを一撃ひっついするんだと得意の送り狼戦法を披露すると、西沢は、岩本さん、そりゃずるいよ。
私らが一生懸命ぐるぐる回りながらやってるのを上空で見物しているなんて。その後、祈祷する敵を撃墜するのでは共同撃墜じゃないですか、と反論した。岩本は、でも俺が落とさなくちゃ。奴ら基地まで帰るだろ、と持論を語り。話題はやがてラバウルでの航空戦になり、西沢と岩本は激論になった。角田によれば、中でも西沢と岩本は日本海軍トップクラスのエースで、皆西沢と岩本のこの話に聞き入ったという。その後、二人はフィリピンに着任。空戦について激論になることが何度かあり、その姿が目撃されている。普段口数の少ない西沢が、岩本との会話だけは饒舌になった。古くからのパイロットは多くが戦死したが、その中で生き残ってきたベテランは空戦の職人で、お互い認め合っているからこそ譲れないものがあったのかもしれない。1944年10月、フィリピン、台湾、本土方面で敵を擁撃する消防作戦参加のためフィリピンへ進出。10月25日、関幸雄隊員率いる新婦特別攻撃隊四季島隊直縁の命令が下り、出撃。レイテ海の上空で敵空母軍発見。四季島隊の直縁機として、同じパイロットとして最後の姿とその戦果を見届けようと、最後まで空中に留まり、赤気から始まった特攻後、最後の一機の成果が分かるまで上空にとどまり、その後機首を返した。12時20分、セブ島に帰還。ゼロ戦を降りた西沢は、普段の寡黙な様子と違い、表情をこわばらせ、駆け足で報告に向かい、四季島隊戦果を伝えた。関率いる四季島隊5機が敵空母軍を発見し、特別攻撃に成功。関のバンクに続き、全機が次々突入。関の空母命中に続き、逃げ惑う空母や軽巡洋艦に列機が襲いかかり、四季島隊全機が命中。空母1に2機命中、撃沈確実。空母1に1機命中、大火災。巡洋艦1に1機命中、撃沈と報告した。10月26日、四季島隊の特攻を見届けた翌日、蒸気をセブ基地に引き渡し、新しい飛行機受領のためセブ島からマバラカット基地へ一式陸上攻撃機に便乗することになった。一式陸攻がミンドロ島北端上空に差し掛かった時、さらに上空に機影が現れた。
ハロルド・ P ・ニュエル中尉の操縦するグラマン F6F ヘルキャットであった。一式陸航のスピード、最大でも450キロ、2000馬力600キロの F6F を振り切ることができず、新しい戦闘機を手に入れる直前で撃墜を西澤弘義はフィリピンの空に散った。大日本帝国海軍における撃墜数は1943年以降の個人撃墜数の公式記録が存在しないため、正確な撃墜数はわからないが、家族に手紙を送った時点で143機、新聞ではそこから戦死するまでの撃墜数を加算し150機と報道している。西澤の存在は敵であったアメリカでも知られ、太平洋戦争における日米両軍を通じたトップエースの一人として、アメリカの国防総省とスミソニアン博物館に肖像が飾られている。